ちょっと面白いこと言ってましたね。宮子さん、まだ余裕は空いてますか？よかった。どうですか皆様、サックスとかドラム、健康維持のためにですね、よろしいんじゃないかと思いますね。なんかちょっと失礼な感じ。でもあれですね、今流行ってるんですよね、楽器。割とこう一段落して生活が落ち着いた状況で、お仕事もリタイアされてからスタートされるっていうのが流行ってまして、ぜひ、やりたいなと思った方は、こちらまでみたいな感じで、いい先生をご紹介したいかと思います。どうぞおっしゃってください。それでは、ジャズのですねスタンダードナンバーからザ・チキンをお届けします。どうぞ。